犬をイライラさせる飼い主の行動、普段の行動が負担をかけている可能性も。期待しているのになかなか叶えてくれない。犬は常にあなたの行動に注目してるねん。なぜなら、犬の生活は受け身なことが多く、ほとんどのことはあなたが決定してるから、じっとあなたの行動を観察し、もうすぐ食事や、とか、そろそろ散歩や、で期待に胸を膨らませるねん。ところが、あなたが食事の支度を始めたのにいつまでも出してくれない、散歩に行く用意を始めたのになかなか連れて行ってくれない場合、次第にイライラしてくるねん。積極的に催促をする犬もいてるけど、アピールできずにイライラを募らせてしまう犬もいてるんやで。しつこくする。母犬みたいにしたい。信頼してるあなたから優しく声をかけられながら撫でられるのは、犬にとっても嬉しいことやねん。でも、いつまでも撫で回されたり、気が向いてない時に追いかけ回されたり、強く抱きしめられたりするのは苦手やねん。特に小さな子供がいてる場合、子供と犬だけで過ごすとこういうことが起こりやすくて、犬はイライラを募らせてしまうことがあるねん。犬と子供だけにしたり、子供が犬にしつこくしてるのを放っておくことはせず、あなたが止めに入ることが大切やで。顔に息を吹きかける。あまり意識をしたことがないかもしれへんけど、顔に息を吹きかけられるのを嫌う犬は多いねん。攻撃的な行為と誤解されたり、鼻が乾燥して嗅覚の精度が鈍ることがあるからやねん。嗅覚は犬にとってめっちゃ大切な感覚やから、顔に息を吹きかけないように注意してあげてな。食事や睡眠の邪魔をする。どんなに愛おしくても、食事や睡眠を邪魔するのは良くないねん。どっちも生きるために必要な行為やから、邪魔をせずに集中させてあげてな。あなたも、食事中に何か用事を頼まれたり、睡眠中に起こされたりしたら、不機嫌になるやろう。されて嫌なことは愛犬にもしないようにしてあげてな。集中していることを中断させる。食事や睡眠に限らず、愛犬が何かに集中してる時には中断させないようにしてあげてな。特に多く見られるのが散歩中で、犬は五感の中でも嗅覚をかなりの比率で使い、多くの情報を収集してるねん。だから散歩中に真剣に匂いを嗅ぐんやけど、それを中断させて先を急がせる飼い主さんが多いねん。散歩はできるだけ時間に余裕を持たせて、興味を示してる匂いをしっかり嗅がせてあげるようにしてな。いつもと違う態度を見せる。あなた自身がイライラしてたり、精神的に不安定などの理由で普段とは違う態度を見せると、犬もそれに応えるように不安になり、イライラするねん。犬は人に対する共感性が強いから、自身の感情に流されず、常に平静で同じ態度を取るように意識してあげてな。面白がってから飼う。飼い主さんの中には、犬をわざとからかったり嫌がるようなことをして、その反応を楽しんでる人がいてるねん。反応が可愛らしいから、何度も繰り返してその反応を見たいのかもしれへんな。たとえ悪気がなくても、それはいじめと同じで、いじめられる側には強いストレスが溜まって、常にイライラしたり不安に怯えたりするようになってしまうねん。反応が可愛らしいからって、面白がってからかったらあかんねんで。愛犬をイライラさせないためにあなたができること。元来犬は保守的で、自分の縄張りの中でいつものルーティーンを繰り返しながら穏やかに暮らすことで安心できるねん。愛犬にそんな暮らしをさせるためにあなたにできることがあるねん。まずは愛犬のストレスを見逃さないために、カーミングシグナルを把握してな。人間の言葉を話せなくても、愛犬の仕草や行動には必ず愛犬の気持ちを表すヒントが隠れてるから、それに気づいてあげる必要があるねん。次に、
愛犬からのサインに気づいたら、その原因を突き止めてあげてな。取り除けるものは取り除き、どうしても取り除けないことなら、少しずつでも慣れさせてあげることで、愛犬のストレスを軽減してあげてな。愛犬のストレスの原因があなた自身の行動にあることも忘れずに、しっかりと原因を突き止めるようにしてあげてな。まとめ。期待しているのになかなか叶えてくれない。しつこくする。顔に息を吹きかける。食事や睡眠の邪魔をする。集中していることを中断させる。いつもと違う態度を見せる。面白がってから飼う。愛犬をイライラさせないためにあなたができること。あなたの悪気の有無は関係ないね。愛犬のストレスにならないように知識を身につけてな。